日本の魅力を発見する番組ピュアジャパンエイジア日本調査隊、アジアを中心に活躍するエンターテイナーのフレディが地域のお宝食材を探して日本全国駆け巡るよ。すごいシャキシャキのいい音するね。おいしそう。The taste is very sweet. 今回はどんな食材に出会えるのか楽しみだね。それでは番組スタート。What's up, ladies and gentlemen? This is Freddy, and we are right now in Niigata, Japan. Well, this is a pile of snow around me, and they say there's something really interesting beneath this snow. Well, I have no idea if it's true, but let's go check it out. Hello, Kokoro です。今回フレディが訪れたのは本州の日本海側に位置する新潟県だよ。南部の越後妻有地域は日本有数の豪雪地帯。有名なブランド米魚沼産コシヒカリや着物の町として知られているよ。この地域で3年に一度開かれる大地の芸術祭は、広大な土地を美術館に見立てて行われる世界最大規模の国際芸術祭なの。そして今回のお目当ての食材は、なんとこの雪深い標高400メートルの山の中にあるということなんです。わあ、look at all this snow, so much snow! すごい積もってるね。シンガポールでもこれだけ降る？ No, Singapore no snow. Back in Singapore, all we have is lots of sun. そうでしょ。ここは、yes. 日本でも有数の雪がたくさん降る地域なの。So all this great snow all around, but actually, what are we doing here?そう、ここに雪の下になんとある野菜が埋まっているということで、それを探しに来ました。雪の中で誰か作業していますよ。こんにちは。こんにちは、フレディです。一流の猪又と申します。はい、よろしくお願いします。ようこそ。そう、何がこの雪の中にあるんですか？お宝食材があるって聞いたんですけど、今日はそれをちょっと掘ってみますか？私たちが、はい、お二人で Me?ゆありがとう。これでこれで、これですごいすごい雪が。ここら辺じゃあ掘ってみますか。これ違うから違うから違う。掘るって、うん、掘ってみて。まだまだね、雪多いからだいぶ掘らないとダメかな。すごいシャーベル。あ、あ、え、何、葉っぱが出てきたよ。もうちょっともっと掘ってみようか、うん、うわー、I think I destroyed a carrot. This is a carrot in the snow. So if you realize, I just kind of have destroyed it. But yes, 出てきたね。そう、これですか？これです。 So this is a secret. これが新潟県の、はい、雪国ならではの農法で育てたこの雪下人参っていう人参です、はい、普通秋に収穫する人参を冬の間雪の下に寝かせて、春雪が1メートルほどになった時期に掘り起こすんだって。土の中の温度は冬場も春もおよそ0度。このちょうどいい温度が凍ることも腐ることもなく熟成される秘密。この土地ならではの大自然の力が生んだ栽培方法なんだよ。Let's try it then. 雪下人参は生でも食べられるんだよ。普通の人参と味が違うのかな？すごいシャキシャキのいい音するね。美味しそう。うん。すごくみずみずしくて甘みがあって美味しい。ただ雪下に寝かせましたという人参じゃなくて、しっかり美味しさも増していて、うん、臭みも消えてより飲みやすくなる。フルーツのような人参に変化するっていう。飲みやすくなるっていうことはもしかしてジュースになってたりするんですか？そうですね。1992年、一流を設立した猪又浩一さんが雪国の知恵が生んだ農法について話をしてくれました。昔雪国っていうのはね、春に
何も外に売るものがないんですよ。本当に自然の冷蔵庫の雪を利用してお金かかりませんからそれで雪が溶けるとすぐこれがお金になると。食べてみたら大変さっぱり美味しいと。そういう手間暇のかかっている栽培方法ということですね。ジュースになるって聞いて早速工場へ。まず案内されたのは人参の皮むき。人の手で一本一本丁寧に剥いていますが、ここにも何かこだわりがありそうね。機械だとどうしてもこの皮が全部剥けないんですよ、残っちゃう。へえ。皮にこう菌があるんで、それを取り除くためにまあ皮むきを手でピーラーで、まあ、1本ずつ剥くっていう作業をしてます。1日に1万本以上は10,000 carrots。 わーお。人生まだキャラやったことない。そう。 OK。 Would you like to try? Really? Can I? Yes. OK, then let's try. How do you peel it? You are peeling quite a lot, I noticed. So can you show me one time? はい。頭から。はい。下まで。はい。やります。やってみて。Down. You're doing good. I think so. I hope so. フレディ、初めてにしては上手。でも心を込めて早く丁寧に剥くことが大事なの。Well, you think like peeling this carrots is easy? Well, it looks easy, but I think if I were to do like 10,000 of these, but they all go crazy. Yeah. Go nuts. But so looking at all these people do like 10,000 carrots a day, it's なんかすごいですね。本当すごいと思います。皮を剥いた人参がジュースに加工されていくよ。洗った人参をボイル。人参を潰しやすくするんだって。ろ過しても繊維質はたっぷり残すよ。ジュースになる過程で余ったものも再利用されます、ね、この人参が、はい、ここのフィルターを通ってきて、はい、あの余分なものが出てきます。カスですね、人参、はい、そう。これどうなるんですか？これを自家製の有機肥料として発酵させて、また来年使う、再利用する。じゃあまたこの養分が人参に、また次の人参に生かされてる。瓶詰めして人参ジュースの出来上がり。繊維が多いので瓶詰めに時間がかかり、瓶によって詰める速さが違うんだよ。最後に加熱殺菌。ベータカロチンを豊富に含む栄養豊かな人参には体内のビタミン C を破壊してしまう働きがあるので、これを防ぐために加熱するんだって。こちらが雪下人参から作られた人参だけを使ったキャロットジュース。そして人参とリンゴのミックスジュース。この2種類は一流創業時からのロングセラーなんだよ。はじめに繊維質たっぷりのキャロットジュースから。どう？ The taste is very sweet. It's stunning flavor. I'm never a fan of carrot juice, to be honest. But this one really tastes, is すごく飲みやすいですね。これでも癖になりそうですね。あ、そうです。好きなタイプです。私好きなので、このドロドロ感と美味しさは毎日飲みたくなるなと思って。まあ、余計なものが入ってないんで、まあ、例えば東京の学校の給食の、水の代わりに、この人参ジュースを、まあ、大量に入れて、まあ、キャロットライスとして給食に提供いただくっていうスタイルをやっていたり、はい、人参とリンゴのミックスジュースと飲み比べてみると、Oh, it's different. It's a different kind of flavor altogether. I can taste. It's almost like 50%.Like apple and 50% the carrot, but the taste of apple is more overwhelming than the carrot because apple flavor is much more rich. 普段ねジュース飲まないとか野菜食べないとか人参食べないっていう子供にぜひ飲んでもらいたいなと思います。まあ雪下人参の特徴でよく甘くなるっていうふうに言われるんですけど、あの実はそれ誤解で、あの旨味成分が上がって、あの糖度は変化しない。
まあ、それで臭みが消えるんで、まあ、こういったフルーツ寄りのジュースに仕上がります。一流の名前の由来を社長に聞いてみました。日本にはあの一粒万倍っていう言葉があるんですね。どんなに世の中が戦争で食べ物がなくなっても一粒のいい種が残っているとそれはやがて万倍に増えると、そこから一粒万倍とつけようと思ったんですけど、はい、万倍にはならねえだろうとだから半分でちょっきって一粒だけ取ったんですよ。でもこういいこう種が増えていくといいなという思いが入ってらっしゃるんですね。雪下人参で作った人参ジュースによって世界中の人たちの健康に貢献できることを願った猪俣浩一さんの思いが日本の雪国からアジアの国々に届けられます。新潟の高原で育った完熟トマトをそのまま絞った 100% ジュースも一流の自信作。人参ジュースを使ったキャロットケーキを用意してもらいました。キャロットケーキ After we have juice, we have cake. Sounds perfect. 地元のダイニングバー越後信濃川では一流の人参ジュースのほかこのジュースを使った素敵なスイーツも楽しめるの。あ、そう、チーズケーキにほんのりこう人参の香りが入っていて、うん、すごく食べやすいし、これ女の人大好きね。あと今日はさ、いろいろ見てきたけど、うん、どうだった？ I really wish that I could bring the experience to all the people out there. Well, I hope you guys enjoyed it like we did. We certainly had a lot of fun. Well, till next time. See you. Bye bye. 商品の詳しい内容は番組のウェブサイトでチェックしてね。Your wish is here, Japan Mall Asia.